性格え？パッと見どうですか？パッと見ちょっと優しそう。優しそう。優しそう。おお。素晴らしい。ありがとうございます。ちなみにじゃああれこの3人の中で誰が一番いけるんですか？俺も入れんの？暗いの。あやっぱりさすが。おお。行くか。だから。あじゃあおごりで。あじゃあ3人で行こうか。あ、じゃあ行こう。そう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 。これが本物か。はい、今ですねちょっと回ってなかったんですけど、はい、密着の方は回してて、はい、結局誰が3人の中でこの人とそうこの人とあとあこれでね、はい、誰が1番かっていうのを聞いたらやっぱジーコさんらしくていやいやおめでとうございます。おめでとうございます。なんで俺なんで 俺らも入れるね。その方が面白い。そう、その方が面白いか。まあ、でもね、優しそう。でもさ、かつみさん優しそうって。ちょっと貸して。かつみさん優しそう。この見た目でよ。全身映して電子。この見た目で優しそうはすごい。かつみさん優しそう。なかなか出てこない。なんですけど、この見た目で言われたのが優しそうって言われましたね。で、この俺ね、不潔かなって思ったんだけどね、優しい。でも優しいっていうのは、でも正直ダメな合図なんですよ。え、そうなんですか。そうですね。そうなんです。優しそうってオタクっぽいっていう。まあ意味なんでね、まあ、今回はね、まあ、残念ながらカップル成立ということで、なんとこの辺、ちょっと貸して。でこの方は最後腕組んで帰ってきましたけど、ね、ネタです、ネタ。あよかったです。ちなみにあの人たち18以下って言ってたけど何歳なんですか？14と16。やべえ犯罪や。ちょっとそれはまずいですよ。いや俺もまずいと思ったよ。まずいと思ってるよ。いやなんでね、はい。なんだこれ。なんだこれ。いやじゃいいんじゃないですか。そうっすね。ちょっとあと。あナンパか。ちょっと尺的に、まあ、ここにいる人に普通にインタビューするか。トー横じゃなくて。いいっすか。時間ある？まあ、大丈夫。僕は2人とも時間東京だから。ああ、じゃあなんかそうだね、最近あったやらかしたことはみたいな。最近インタビュー系って 見てて面白い？僕は面白い。面白い。かつみさん見る？え、インタビュー系需要あるかな。やっぱでもなんかね、あれ女の子の映えるんだよね、やっぱり。ん？東横の行ったならその地雷っぽいこのインタビューとかじゃなくて、なんかもっと掘ったりとかした方が。インタビューだったら原宿でもできるし。まあまあまあ、うん、あと男の子行った方がいいかなって思う。男の子、うん、男の子混ぜとかないとこいつら女目的だって思われる。